はい、こんにちは、116ウィンズです。コンフの課題に先発陣の強化があったドジャースですが、またまた補強に動いてきました。今日ドジャースはレッドソックスから FA となっていたベテランの先発投手ジェームス・パクストンと1年契約に合意したと報道が出ましたね。ベースの年俸が1100万ドルで、開幕ロースターに入った場合は追加で100万ドル、さらに出来高としてもう100万ドルが契約に含まれているようで、まあベースの年俸が1000万ドル超えるくらいですから、何か不測の事態でも起きない限りは開幕ロースターには入るはずですので、ボーナス含めて1200万ドルの1年契約と捉えても問題はないでしょう。本府すでに山本由伸選手とタイラー・グラスナーの2人を獲得し、ローテーション強化に成功していたドジャースですが、怪我のリスクはありつつもポテンシャル自体はそれなりに高い選手であるパクストンとの契約にも動き、さらに先発陣を厚くすることができたと。ドジャースは昨年夏のトレードデッドライン時点でも、マスライブ .com のレッドソックス番記者クリス・コティーロ記者によれば、パクストン獲得に興味があったようなので相当気に入ってるんでしょうね。しかしドジャースは選手の契約にコンフだけで総額10億ドル以上を投じ、他球団とは別格の動きを見せているチームでありますが、まだ動くんかという感じですよ。本当、今回はこのドジャースとパクストンの契約についてお話していきます。パクストンといえばマリナーズやヤンキースで活躍した左腕としてよく知られていますが、ただ怪我の影響で2021年と2022年の大部分を棒に振ってしまった。同時に怪我の印象も強い35歳の先発左腕。昨年レッドソックスでようやく MLB 復帰を果たし、丸2年近くブランクがありましたので、そこが少し心配ではあったものの、19試合に先発して防御率 4.50、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメントで 1.1 を記録し、まあぼちぼちのスターターらしい成績は残しています。ただこの成績もシーズン最後の6先発で打ち込まれたのが大きく影響した感もあり、7月末の時点では防御率 3.34 だったところ、最後の6先発で26回を投げて23失点、シーズンの防御率 4.50 と聞くと微妙な感が強いですが、シーズンの半分弱はローテーションの中で一定以上の活躍を見せたとも言うこともできるでしょうか。9月上旬に膝の怪我の影響でシーズン終了となってしまっていますので、最後の6先発で振るわなかったのも怪我の影響と考えることも、まあもしかしたらできるかもしれません。またそもそもとして丸2年近く6に投げることができていなかったがゆえに、イニング数が積み上がることによる疲労などの影響も他の選手より出やすかった可能性もありそうですので、パクストンの現状についてシーズン全体の成績ですとか、シーズン終盤のピッチングが示すほどに悲観的に捉える必要はないとは思っています。なのでドジャースでも先発下位レベルとした十分すぎる活躍をするだけの可能性は秘めていると思いますが、当然ながら留意しなければならない点として、パクストンは本当に長い長い怪我の歴史がある選手で、特に2020年以降はこれでもかというくらい怪我で長期離脱を余儀なくされています。ヤンキース時代の2020年は椎間板手術の影響で出遅れ、結局この年は短縮シーズンなのもありましたが、その後も前腕の怪我もありまして5試合の先発のみ。オフに FA となって2021年にマリナーズ復帰を果たし、私もこの電撃復帰には涙したものでしたが、開幕初先発、たった24球を投げて負傷降板。想像以上に怪我の具合は重く、トミージョン手術が必要という診断が出た結果、2021年シーズンのほぼ全てを棒に振ることになってしまいました。レッドソックスに加入した2022年はトミージョン手術からのリハビリ、さらにはマイナーでようやく実戦復帰を果たしたと思ったら広背筋を損傷してしまい、結局この年もメジャーでの復帰は叶わず、昨年もレッドソックスに残留しようやくメジャー復帰を果たしたことはすでに説明しましたが、スプリングトレーニング初先発でハムストリングを痛め開幕には間に合わず、また9月には膝の怪我で予定よりも早くシーズンを終えることにもなってしまいました。昨年ようやくまともに投げられましたが、2020年から2022年までの3年間でたったの6先発、21回3分の2しか投げられていなかったので、正直メジャー復帰にあたっては少し状態の心配もしていました。ただこれだけ怪我してきた割には、復帰してからのパクストン、状態自体は思ったよりも悪くはないように思ったのも事実です。昨年のフォーシームの平均球速は 95.2 マイル、これは彼が先ほどのような数々の怪我に見舞われる前の2019年の 95.4 マイルと遜色ない水準で、速球のスピードが落ちていない点については非常にポジティブなことだったと思っています。前世紀のパクストンはやはり大型左腕らしく、力のあるまっすぐも魅力の一つでありましたので、そこが怪我ですとかブランクによって失われていなかった点、まだまだ彼がメジャーの先発投手として活躍する可能性を残したと思いますし、実際に7月末までの彼のピッチングがその裏付けだったと思います。一方で G アセチックのイノサリス氏も指摘していましたが、フォーシームのスピードほどに変化球のスピードが戻っていない点は少し不思議でありましたよね。特にカッターとチェンジアップのスピードは1マイルから2マイル前後落ちている状況にあります。サリス氏はシーズン終盤にこのことをパクストン本人に聞いたらしく、パクストンもその理由はよく分かっていなかったようなんですが、フォーシームと同じくらい変化球のスピードを取り戻すことに関しても、今季のパクストンが活躍する上では鍵になってくるかもしれません。
パクストンが加入した後のドジャースの先発ローテーションを見ていきましょう。ドジャースのローテーションは上から山本選手、グラスナー、今季トミージョン手術から本格復帰を果たすことになるウォーカー・ビューラー、昨年ルーキーながら平均99マイルの速球を武器にすでに一定水準以上の活躍ができると証明したボビー・ミラーで、先発5番手をエメット・シーハンやギャビン・ストーンをはじめとした若手先発候補たち、あるいはスイングマン的立ち位置でもいけそうなライアン・ヤーブローあたりも入ってきそうでしたが、その面々を押し出して5番手にパクストンが入ってきそうですかね。ドジャースはプレーオフも見据えてビューラーのワークロードを管理するかもしれないという話も出ていますので、ビューラーに関しては開幕からローテーションでバリバリ投げる感じではないのかもしれませんし、また先発陣全体の負荷を軽減させるために6人ローテとする可能性もありそうですが、先発の主要選手という意味では今季は現時点で山本選手、グラスナー、ビューラー、ミラー、パクストンの5人が中心になるのだと思います。山本選手が MLB のスケジュールへの適用が未知数、怪我のリスクも大きいグラスナーやパクストン、怪我明けのビューラーとどこまで全員揃って戦えるのか、どこまで投げられるのかが不透明な部分は多そうですが、最大値は高く、グラスナーやパクストンを連れてきたあたりからしてドジャースとしてもそちらを重要視しているんでしょうね。若手の先発候補も多くいますので、誰が抜けても最悪イニングは確保できる、そもそもとしてレギュラーシーズンを勝ち抜くことに関しても特に問題はない戦力層であると思いますので、それよりもプレーオフで勝つためには最大値を上げる方が重要という方針なのでしょう。それにしても今年のフリードマンはこれまでと比べてリスクテイクを結構積極的に行ってますね。十分すぎるくらいの先発デプスとなってきたドジャース、もう補強はいいだろうと他球団ファンからしたら思ってしまいそうですが、しかしまだ決まっていないのがクレイトン・カーショーとの再契約、こちらはどうしていくつもりなんでしょうね。先日トッププロスペクトの一人でありながらもチーム内でポジションがなかったマイケル・ブッシュを40人枠の調整も兼ねた形でカブスへトレードするくらいには、ドジャース40人枠もすでにパンパンですし、そこにパクストンも今回入ってきてしまいましたんで、今カーショーを戻す余裕はないかもしれません。スプリングトレーニングが始まれば、昨年の怪我からのリハビリの関係で今季も開幕から長期離脱が決まっているダスティン・メイやトニー・ゴンソニーといった選手たちを60日 IL に入れることができ、それで42枠を空けることができますので、そこまではカーショーと再契約しないというかできないかもしれませんね。あるいはカーショー自身も左肩手術の影響で今年の夏以降の復帰となることが濃厚ですから、そこまで FA のまま行くのかどうなるのかは分かりませんが、ドジャースも先発デプスをかなり確保したとはいえ、やっぱりカーショーの力は今季どこかで必要になる場面来ると思いますし、何よりドジャース以外でプレーするカーショーが想像できないですからね。こちらも今後どうなっていくんでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。